皆さんこんにちは、無双会の荒垣です。今日もよろしくお願いいたします。今日のご質問は、松原総根と師匠修行の話、悟りを語る無我とは何かというタイトルの中に含まれたコメントでした。我幕をかけるとは体を割る、上半身内で落下を起こすという意味で理解してよろしいのでしょうかという質問でして、まあ我幕とはそもそも何なのか、我幕をかけるとはどういう行為なのか、我幕をかける必要性とは何なのか、そういった身体操作の質問ですね。よろしくお願いいたします。はい、ですね、この我幕というのは沖縄方言だと思います。そしてかつ、はい、琉球王国時代には使われていなかった可能性が高い単語なんですよね。でも今の琉球舞踊をなさ方たちはよく我幕をここで入れる、はい、ここで外すとかいう言葉は使うんですよ。で、はい、それも空手関係の方たちも使います。実はですね、これもうはっきり申しますけど、私は20年ぐらい前に沖縄武道空手の極意という4巻の本を書きましたけど、その中で我幕に夢中に鎮口というのを書いて、はい、それが今でもそうですが流行語になってるわけですよ。そうですね、もうその本書く前は聞いたことがなかったですから、ナイパンチも私があの本を書いて流行したわけです。それ非常にありがたいことだと思ってます。すなわち、はい、武術として伝承された沖縄からとの再認識でなんですか、これはもん、うん、いや、はい、最初の認識なのかもしれません。それの方針になったというのは非常に幸運であり名誉のことだとは思ってます。でも、はい、これはあなたもお分かりのように外国の空手家もムチミなりガマクなりをカンカンガクダクと掲示板でいろいろと意見を交換してるんですよ、うん、でもそれが全部的外れなんですよ、うん、すなわち解剖学的にどこにあるか分かってないから、もうなるほど、もうあさっての方角を向いてみんな議論なさってるだけなんですよ、はい、それはもう明確にしておきます。でも日本人の空手家としてやっぱりそこは明確に説明できる、自分せめて自分には説明できるという方法じゃないといけないんですよ、うん、だからそこは明確にしておきます。この質問された方はひょっとすると英会国際沖縄空手道無双会の会員さんなのかもしれません。なぜなら会員さんで一人ブログをやってる方がおられて、その方の書いてるブログの内容と割とこの質問内容が重なる部分があるんですよ。ですから、はい、もし会員さんだったらコメントに書き込まれてくださって本当に嬉しいと思っています。もしそれが別人の方でしたらどうもすいません。でも本当に嬉しいです、はい、こういうなぜかというと、我幕って非常に面白いんですよ。この我幕の概念というのは腰の概念ですけど、沖縄空手における我幕の概念というのはちょっと踊りとも違いますし、今までにない、かつ運動生理学、人間工学的に見ても非常に面白いんですよ。なぜなら我幕は筋肉ですけど、これ位置エネルギーを作るために使ってる筋肉なんです。これ非常に面白いです。これちょっと複雑になりますので立ち上がって説明しますので、ちょっとお待ちください、はい、すいません。ですね、人間こう立ちますね、はい、立って歩きます。歩くときって、もうこれはもうこの動画でもこの無双会チャンネルでもずっと説明してますけど、歩くって落ちることなんですよ、はい、立つことで位置エネルギーを作っている。それを外して、膝を外して、膝を抜いて落ちる、これが歩くってことなんです。でもこの落ちちゃうと鼻を打って痛いから足が出るだけ、これ同歩行と言います。すなわち自分の両足の間にある重心ではなくて、重心は自分の両足の外側にある、これが同歩行です。動く歩行と書きます、はい、なんで動く歩行なのか漢字としてちょっとおかしいですけど、はい、同歩行って英語で言えばダイナミックウォーキングという意味なんです。ダイナミック、あの人はダイナミックだとか言うでしょう、日本語でも。その時のダイナミック、はい、動なんです。だからダイナミックウォーキング、同歩行。それとは逆に重力落下を使わない歩き方っていうのは人間はできるわけです。非常に不自然ですけどね、はい、それを静歩行と言います、はい、静って静かという字を書きます、はい、静歩行、これは自分の重心が両足の間にある、だから重力落下を起こしてないんです。これは非常に不自然な歩き方、または限定された歩き方なんですよ。なぜなら重力落下を使ってないから、半分同歩行の場合は自分のエネルギー、出したエネルギー、筋肉で作ったエネルギーと重力落下の半分半分で非常に効率よくいけるんです、はい、でも正歩行というのは重力落下を使わないから全て自分の筋肉で歩いていかないといけないわけだから、正歩行で遠足に行く人はいないわけ。わかりますね、重力って
遠いところに足って書くくらいですから歩くわけですよ、はい、昔は。今はバスとか使いますけど、はい、うん、すると歩くためにやっぱり同歩行じゃないと非常に効率が悪いわけですよ。それで、はい、画幕の面白さって、画幕というのは解剖学的な腰方形筋と聞きます。腰というのは腰という感じですね、はい、方というのは、うん、方角の方です。それで形というのは形という字を書きます。腰方形筋と言います。すなわち自分の上半身のこちらですね、ここに背骨がありますね。後ろから見せた方がいいんですけど、はい、後ろからだと説明できないんですから前から見てください。ここに長方形の筋肉があるんですよ、両方に、うん、左右に、はい、背骨が走ってて右側の腰方形筋、左側の腰方形筋、うん、これが骨盤の上あたりから入っててこのぐらいまでです。本当に長方形です、うん、何に使うか、体ではこれで重力落下を起こさせる。これね、画幕を入れるのを見せてもこの距離だとあまり見えないんですけど、まず一応やってみます。こうありますね、これはまっすぐだと思うんですけど、これ正中線、また背骨です。ここからこれで入れるんです。ここに入れたら見えますか、はい、その時に肩は動かない。こうやって入れてもこうやって入れても見え、うん、ダメなんです。相手から見えちゃうから、腰もこうやって上げたりしたらダメ。このまま本当の意味でスライドさせるんです。わかりますね、はい、これ前にも行けるんです。わかりますね。これはすると自分は右側に倒れたいと、右側にギリギリで立つわけです、はい、ね、はい、その時に画幕を入れちゃうわけ。画幕を入れるのは重心をここに外しちゃうわけです。よろしいですか。外すと落ちるんです、はい、すなわち歩くのと一緒になっちゃう、はい、うん、外すから落ちる、落ちるから歩ける、うん、ここにある重さを外に出す、外に出すと支えるものがないから落ちちゃうんです。落ちるっていうのがあるっていうことなんです、うん、我々にとっては。すなわち膝の抜きっていうのが落ちちゃうこと、はい、でも膝を抜けない状態があるんですよ。例えばこうやって座ってる状態がありますね、膝抜けないんですよ、はい、当然抜いてもどうしようもそうですね、ここは、はいはい、ここはもうある意味エネルギーが切断されてますからね。ですからどうするかって、画幕入れればいいんです。ですからちょっと大げさにします。ですからちょっと傾けます。なぜならそうじゃなくて見えないから。見えますか。それで打つ、はい、すると落ちたのと一緒になる、膝を抜いたのと一緒になる。立ってる方が楽なんですよ。だって立つというのは膝を抜くのとこれ両を使いますから、はい、ですからなんで速いかというと、画幕を入れるのとこれが入っていくのと一緒になるわけです。前剣も画幕を入れるわけです。このままつくわけじゃない、膝の抜きだけではない、ここに入れちゃうわけ、はい、ほら、はい、あ、するとより威力が上がるということですね。そうそうそう、それで速くなる、速さも上がる、はい、なぜかというと、はい、人間は身体の中央、本当は脳に近いって言いたいんですけどね、それは条件反射っていうのは脳に近いから条件で反射できるわけ、はい、わかりますね、はい、あれすなわちスパイナルコード、背骨が走ってますよね、そこに神経だいぶあるでしょう、はい、ね、ここからどん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 出てるわけですよ。本当は後ろからがいいんですけどね、そこに近ければ近いほど動作が速くなる。ここが一番遅いわけ、先端が。その代わり、はい、運動した時はここが一番速いわけ、なぜなら距離がいったら加速度が速いから。ここはこういう動きは速いわけ、はい、見えますね、はい、これが画幕です。ですからそれを理解されると腰っていうのは回ってないんだなと分かるわけ。身体というのはこういうふうに動いてないんだと、はい、だから軸の概念はないんです、うん、我々には。いいですか。ここにあります、引き戸がこうなりますよね、はい、こう引き戸は回さないんです、うん、回すとあれ回し戸になっちゃうとか回転ドアになっちゃうとか、うん、回転ドアみたいな動きは武術また日本武道ではやりません。沖縄からでは当然のことはやりません。体を回すって言ってますけど、はい、あれは中が見えないから、中というのはこうなってるんです、うん、分かりますか。ただ人間の体は一体だから、はい、こうした場合に回って見えるわけでも本当に回るっていうのはこういうことなんです。体があっち行っちゃってるわけ。人間はここは前に行くんです、はい、回ってないでしょ。回ってたら歩けないんです。人間は片方だけ落ちてってるわけ、片方ずつ、はい、それを理解するかしないかで、うん、もう天と地ほどの修行になってしまいます。ですからこの方を質問された方に、はい、あ、いい質問ですよって言ってるのは、これを分かるということが
武術としての沖縄空手、また日本武道の初めの一歩なんです、うん、文字通り初めの一歩なんです。それが雅楽というものに代表されるような認知ですし、まあ、認知って知ることですし、それが武術としての沖縄空手の何と言いましょうか、第一歩、最初のドアを開けたということになると思います。はい、ありがとうございました。では無双会チャンネルはですね、このようにいただいたコメントに対してできる限りご返信をしていきたいと考えておりますので、ご質問とありましたらコメント欄にご記入お願いいたします。荒垣さん、今日は本当にありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。